でその差を見てもらうぐらいでもいいかもしれないですね。そうですね。ということで続けてよろしいですか。はい。番狂わせを期待してもらってみんなにね。はい。じゃあこれこれ。はい。で、まあ明らかに強そうなこのアストスはちょっとシードというか、はい。はい、というのでいきたいと思います。はい。それでは第2ステージに変わりまして、はい、その1回戦でございます、アルバオプティクスのストラトス対100のスピードクラフトでございます。はい、選んでいただいて大丈夫ですよ。僕スピードクラフトさっきやったからもう一回。あ、なるほど。いっちゃうよ。そうか、スピードクラフトで。その慣れを慣れをね、生かして。さすが僕はちょっとね1回戦でこれ使ったんですけど、ちょっと緊張してて遅かったんで、ちゃんとこれは早いよっていうのを見せたいです。じゃあクラフト、さっきクリアーに変えたんで今度はクリアーからカラーに変わります。クリアーか。準備よろしいですか。いいですよ。それでは参ります。はい、よーいスタート。これは自信があるぞ。違うんじゃないですか。はい。結構いい感じだったと思ったんだけどな。ちょっと僕も実は2回目使うんでこれ慣れちゃってました。もう全然聞いてない。全然聞いてくれなくなった2回目のスピードクラフトですか。少しっていうことで。ありがとうございます。はい、ちょっと僕は踊っときますね。全然相手してくれなくはい、ガンガンガン勝ち。負けどうだったんですか。2回目の結構いい感じでいったんだけど、最後のところが、はい、ハマるはずのところがハマらないんだよね。おかしいな。もしかしたら不良品かなこれ。多分違ってます。ハンドヘッドにちょっと電話しよう後で。これ勝ち抜いた選手ですから。それではこの勝負はアルバオプティクスのストラトスの勝利でございました。はい、続いての対戦は、第2ステージの2回戦ですけれども、レーストラップと S3 でございます。はい、はい、こちらもどうぞお選びいただいて。おお、見定めが入ってる。さっきは僕の手応えではレーストラップ簡単でしたよ。じゃあレーストラップレーストラップでいきます。めちゃめちゃ素直に信じてくれた。それではさすがにこれじゃあもうね生活。第2ステージの2回戦、はい、始めたいと思います。はい、始めてください。よーいスタート。え、何これ。ああ、だいぶ僕も上手くなってきましたね。俺もね、だいぶ思い切ってガキンって言ってるよ。まあ確かにそうですね、ちょっと最初怖さみたいなのが、もうね、壊れてもいいやぐらいねっていう。買い取り覚悟の、買い取り覚悟の。あ、やばい。え、なんでなんで、え、あ、いいか、おしゃし逃がした。あ、手こずった。やった、手こずった。これわかったな。ほとんど言ってたのに。遅いよ、遅い、本当に遅い。この勝負はレイストラップの勝ちでございます。これでも本当に簡単だった。相当簡単ってことがアピールされましたね、これで。森さんでも勝ってる。これは簡単だ。いやいや、なんか噛み合いが、じゃあちゃんとハマってましたよ。これはなんかカチカチ、カチ、後からカチカチ言ってません。さあ3つか。まあアスズがちょっと王者っぽいですので、うん、まずこの2つを対決して、はい、で最後勝者とアスズ戦います、ね。はい、よいしょ。まあ特徴としてはですね、やっぱりリムが少ないモデルが、うん、
交換しやすいようでなっております。確かに、はい、この辺は似てるもんね、はい、もうこれもつるつるだけですからね。これもつるだけだもんね、はい、つるだけですから。それではどうぞ。このレーストラップ好きになってる確実に好きになってるいやでもね、あのアルバオプティクスのストラトスも相当外しやすい部類なんでね。活用俺僕もこれ3回目ですからね。レーストラップの鬼って呼ばれてる変な異名が出たいきます、はい、これだから準決勝ですね。準決勝だ、ね、準決勝。もう壊れようともなんだと押し込んでやろうと思って意気込みが圧がすごい。いきます。それでは始めたいと思います。よーいスタート。もう僕これ3回目ですからね実は。やばい、手袋がな。シャキーン。あーやばい、余裕こいてたら。よっしゃ、うまなってる。レーストラップラブ負けました。はい、くそ、ストラトス絶対勝てると思ってたんですけどね。すごいですね、レーストラップ。まあ俺がね、めちゃくちゃ愛着俺のレーストラップ。もうということで決勝進出は森さんのレーストラップです。すごいな、これ簡単だわ。それでは最後の戦いですね。長い戦いも最後になります。はい、決勝戦は、森さんの使いますレーストラップ対、アソスのゼゴーです。ゼゴー、こちなみに森さんもそのままでよろしいですか。いいよ、かなりかなりアソスも早どっちでもいいよ。あ、いいんですか。好きなの選びなよ。本当にいいんです。じゃあ、アソス行かせてもらいます。じゃあ、早速行きますか。アソスは絶対強いと思うんですけどね。でもね、結構、はい、このボタンを押したりとかグイグイって入れるときにちょっと緊張したりとかするともうアウトだから。いや、精神的なブレブレっとなるともうアウトなんで、ね、精神的な攻撃してくる。そう、気をつけて、気をつけて。わかりました。なんかちょっと外れてます。外れてない。外れてないよ。それでは、はい、決勝戦ですからね、はい、泣いても笑っても一回勝負でございます、はい、決勝戦よーいスタート。これはやばい、緊張する。俺も緊張しちゃった今あれアソス、あ、逆やった。終わったね勝ったなこれ。あ終わりました。あまさか、まだアソスがそこね、緊張するんだよねボタンが。緊張する。はい、優勝は森みのるです。レーストラップ、バイバイ。レーストラップです。優勝は森氏のレーストラップでした。イエーイ、すごいな、ね、最後大まくりの森みのる優勝だ上達が半端ないっていうレーストラップ1本で勝負したからなということでですね、はい、いろいろ白熱しましたけれども、はい、しましたね。このレストラップが今回のレンズ交換選手権1位に輝きました。おめでとうございます。ありがとうございます。どうだった、でもぐっちゃん今回変えてみて、はい、変えやすかったのとか。僕は、ストラ、アルバオプティクスのストラトスと、うんうん、あとは、100% の S3 とか S2 かなとか、その辺の、 同じパターンの外し方のやつがあるんですけ どそれは外しやすかったです ね。俺はレーストラップ、まあ、まあ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 聞くまでもなく、一番やりにくいなと思ったのは正直グレンデールかな森さん大好きのグレンデール、やっぱりちょっとどれもそうですけど全部リムが覆われてるのは、ね、フルリムのやつだとねちょっと外しにくかったり入れにくかったり、自分のだったらもうちょっとギュッギュッて入れないけど ね、まあ、そうですね、それが怖いんだよね、壊れちゃうかもと思うと。まあでも結構
乱暴にじゃないですけど、うんうん、力加えても全然いけますよね。最後俺もなんかその辺をちょっとコツをつかんで、力加減ちょっとグイッていって、なるほどです、ね、もう壊れろぐらいで。まあでも壊れず、あまりにも悔しくてなんか確かに最初の5、4試合ぐらいまでどんどん静かひどかったね。はい、まあなのでこれはご参考にしていただいてですね、はい、交換方法なども間違えず変えていただきたいと思います。はい、以上最速レンズ交換王決定戦でした。バイバイ。バイバイ。勝ったよ。